東京都の小池知事は、二十五日から緊急事態宣言が発令されることから。午後八時以降は、ネオンや看板などの照明を消すよう、業界団体に要請することを明らかにしました。夜は暗いです。街灯のみが灯ると。もちろん防犯の関係で、街灯ということは、あの、これはそのまま。都内の繁華街では、まん延防止等重点措置の適用後も、人手が減っておらず。とは業界団体を通じて。 午後8時以降は、ネオンや看板などの照明を消すよう求めるということです。さらに、今夜から都の職員や警視庁が歌舞伎町などで路上での飲酒防止の呼びかけを強化します。また、都は宣言が発令されれば、1000平方メートルを超える映画館や美術館、テーマパーク、パチンコ店、スポーツクラブなどに休業要請する方向で調整を進めています。 一方、都内できょう感染が確認されたのは759人で先週金曜日から92人増え23日連続で前の週を上回りました。